シオスバックセウショートボックス、チャンネル登録者数240万人と呼ばれる韓国で人気の YouTube チャンネルは、330万回以上の視聴回数を獲得し、韓国の YouTube で1位のトレンドとなったコメディスケッチをリリースしました。これは、ジンラーメンを使ったジンの特別キャンペーンが、韓国の主流トレンドの一部であることを示しています。韓国のどこに行ってもジンラーメンの広告があります。ジンの天使のような笑顔が巨大な LED バナーであなたを追いかけます。授賞式の開始時にもジンラーメンの広告が流れ、すべての K-POP ファンが大声で叫びます。それ以上に、オットーギは三兆ウォンクラブの一員となり、過去最高の販売数を達成しました。ちなみに、ジンが面白いスケッチで言及されたのはこれが初めてではありません。2020年、人気ドラマ、助産院で名前が挙がる。また、様々なドラマや映画に登場するジンの名前や顔を頻繁に見ることができます。ドラマ、トゥルービューティーの主人公の原型も務めた。彼は大衆文化の一部です。